斉藤昭斗氏は日本の男性プロレスラー。血液型 B 型。宮城県仙台市出身。プロレスリングのは所属。水泳が得意でジュニアオリンピック優勝。仙台市立五橋中学校生時代に全国大会で3位の実績を残し、中京高校進学。松永光弘は同級生であった。この頃には極神会館で、 空手の鍛錬も積んでいた。中京大学進学後の水泳を続け、インターハイ、インカレ、国体、日本選手権で優勝し、ユニバーシアード、パンパシフィックの日本代表、オリンピックの強化選手にもなった。当時から、聴収力のファンで、パワーホールで、選手入場したこともあったという。ソウルオリンピックの代表選考会は5着となり、 五輪出場を果たせず競泳を引退し、名古屋市のスポーツ関連団体に就職した。就職後も、プロレスや空手の熱い思いは消えず、1989年の FMW の旗揚げ戦で、空手の試合を行い、合流場に誘われ1990年12月20日、愛知県半田市民ホールにおけるパイオニア戦士の対 亀村幸弘選に上司に黙って出場し正式なプロレスデビューを果たす。所属先のあてもないまま職場に辞表を出し、フリーの立場で小規模団体が主催する工業への出場を重ねた。1991年8月に WING の旗上げに参加。徳田光照、木村光一郎と共に格闘三兄弟として活躍するが、ほどなく、 第一次 WING は崩壊。その後、WING から分裂して、旗上げを準備していた WMA の所属となるが、一度も、興行を行うことなく、団体が崩壊した。1992年1月4日の新日本プロレース、東京ドーム大会に、精神会館の文下生徒と徒党組んで乗り込み、新日プロに宣戦布告。 セコンド、両者数十人が取り囲む異常な雰囲気の中1月30日、小林国明に TK を勝ち、週刊プロレスの表紙を飾った。2月8日には小原同友に勝利した。小林との再戦では、関節儀にて破れるも長州は、小林との一戦を高く評価する。その後長州に認められ新日プロに参戦。その後、青柳聖司、小林、 コ中ナカシロ木村健吾と、反選手会同盟を結成するなど活躍。その後1998年に、新日プロを退団。一時リングから離れ、名古屋市にショットバー、ココナッツリゾートを開店、小牧市に格闘技道場、ノーティを開設。共に現在は、プロレス1年のため閉店している。 プライドに参戦した石沢上皇のセコンドについたこともあった。2000年10月にプロレスリングの輪から声がかかり、青柳と共に参戦、以降はフリーの立場で継続参戦する。反選手会同盟時代と同じスタイルを引き継いだ、青柳とは対照的にコスチュームを含めた外見を大幅に一新し、技のレパートリーも増やすなど、独自のパーソナリティを確立した。 その後、秋山一氏に共鳴し、スターネス入り。秋山の性パートナーとして2002年9月23日に、力公も森島武史組を破り、第5代、GHC タッグ王座を獲得した。2004年7月に、スターネスを離脱。井上正雄、杉浦隆らと共にダークエージェントを結成した。ノアでは長らくフリーの立場だったが、 スターネス時代には、ノアのジャンパーを着て、セコンドに着いたり、様々なイベントにも参加するなど、ほぼ所属選手と同じ行動をしていた。2006年1月1日付で正式に、ノア所属選手となった。2007年6月20日の01マックスに来場、7月からの、日祭りに参戦。2009年6月13日、広島県立総合体育館。 グリーンアリーナで行われた GHC タッグ王座選手権試合で王者として試合中挑戦者の三沢光春に急角度バックドロップをした際に三沢が意識不明心肺停止状態に陥って死亡するリング化が発生した結果として斎藤は三沢の最後の対戦相手となった死亡を聞かされた直後は一睡もできず引退も考えたが 6月14日の試合後、斉藤は、三沢の家に向かって、土下座し、どんな重い十字架でも背負う。リングに上がり続けることが社長への恩返しとして、現役続行を決意した。事故後には、多くのファンが、不幸な事故、斉藤は、悪くないなどと同情を寄せた一方、一部のファンからは、中傷を受けたが、斉藤は、自分に言うことで、気持ちが晴れるなら、全部受ける。 逃げることはしないと語った。事故の発端となったバックドロップについて、今は封印しているが、社長の心の声が聞こえる時が来たら、解禁するとしたと述べて、しばらくはバックドロップを封印していたが、9月12日の後楽園ホールでの森島史とのシングルマッチにおいて、三沢に許しをいように天を仰いでから3ヶ月ぶりにバックドロップを使用。 続けざまのランニングスイクルですで勝利した。試合後、斎藤は、皆さんすみません。バックドロップ、使ってしまいましたと、涙声で、ファンに謝罪した。2011年12月、24日のノア工業が、所属最後と明かし、2012年より、フリー契約となったが、ノアへの参戦は継続している。 2012年1月22日には、秋山とのタッグで、ジャイアントバーナードカール・ンダーソン・組から、GHC タッグ王座をダッシュし、新日本プロレスに流出した王座を取り戻すことに、成功した。2014年6月13日、三沢光春メモリアルナイトにて、丸藤聖堂と一騎打ちを行い、試合後の浅井所属が決定した。 三沢没後10年を前にした2019年6月12日、5月11日に、LINE ニュースの取材に応じた内容が記事になった。事故の2年前、三沢は、親しい友人に、もしも俺が、リングの上で死ぬことがあったら、その時の相手に伝えてほしいとメッセージを託していた。三沢の友人が書いた手紙には、三沢のメッセージとして、重荷を背負わせてしまって、 すまん。きっとお前は、俺のことを信頼して、全力で技をかけてくれたのだと思う。それに俺は、答えることができなかった。信頼を裏切る形になった。本当に申し訳ない。それでも、お前にはプロレスを続けてほしい。辛いかもしれないが、絶対に続けてほしいと最後の試合相手が、罪の意識に苛まれることを予見した内容で、お前が俺の最後の対戦相手になった。 意味みたいなものは自分で考えていってほしいという言葉で締めくくられていた。斉藤は事故の数ヶ月後にその手紙を受け取り、不運にも事故の加害者になってしまった自身と同じ苦しみを味わっている人のため、もう一度立ち上がって頑張る姿を見せていきたいと話している。2019年11月、反選手会同盟を結成。2020年2月24日、 名古屋国際会議場にて、デビュー30周年記念試合が行われた。2021年9月、N、N-1 ビクトリー2021出場死神の愛称を持つため、技の名前に死神の英訳である、ですが多用されている。各種蹴り技の輪で、毎年恒例となっている。 クリスマス工業などの特別大会では大変な弾けっぷりで試合をしたり余興を行ったりすることで有名。クリスマス GHC 王者を受賞している。その年の流行語や話題の人物を模写したキャラクターが多い。このように通常の工業シリーズでは作機を前面に出したファイトを心がけ、クリスマスのような特別工業ではひたすらエンターテインメントに徹して、 団体を盛り上げようとする姿勢を見せている。ありがとうございます。